貼り付ける箇所を付属のクリーナーで脱脂します。汚れが残っていると粘着力が弱くなる場合があるので、しっかりときれいにしてください。ドアノブの形に合っているか貼り合わせを行います。丁寧に粘着テープを剥がします。ドアノブの形に合わせ貼り付けます。まず長い方のパーツを貼り付けます。しっかりと押さえて圧着します。次に短い方のパーツを貼り付けます。同じ要領で後部のパーツも取り付けます。ドアノブの枠部分を貼り付けます。続いてドアノブ部分を貼り付けます。運転席側も同じように取り付けて作業完了です。